るく雑談メイクをしていこうと思います。私も途中までやっちゃってるんですけど、珍しく本当だ、カラコンです。マジでこれナチュラル、ナチュラル開けようか。はい、メガミピンある？持ってる？ないよ。一個あげようか。うん、くれるの？本日のお供はジャガビー。ジャガビー。ジャガビーの薄塩とバター醤油です。なんか前に細くなった？うん、細くなった、うん、なんでか、うん、失敗したの。それでも上まつげさ、引っかかってんじゃない？ワンちゃんに引っかかえたの？そう、ワンちゃんにいっぱい噛まれた、うん、美味しい美味しいって。37キロの人美味しくないよ絶対。彼美味しいと思うから呼んで家に出し出して帰るから。闇鍋の時は私手入れようかな。怖い怖い。10分くらい入れとしたらなんか何かしら美味しいもん出そうじゃない？あ、なんか今日。ジャガビーってマジで美味しいよね。美味しい。まずスポンジを水にします。スポンジ天然水で。高いね。あ、待って待って。カレンちゃん。ん？最近メイク変えた？変えた。結構最近安定してた。毎日違うけど安心安定してた。安定してて、なんか変わったなって思った。え、やっぱその彼氏じゃん。気づくってやばくない？いや、これ響くね。それはなんか出てんじゃん。ハルプ、寝ないか。単純。ありがとう。なんかいいね。いいよね。めっちゃ姿勢矯正になる。いつもと違う部屋撮ってるんですけど、めっちゃいいんですよここ。そうすると身長低い目立つ。ジェイビー。これどうなっちゃう？ジェイビー。これが良すぎてこれにもう切り替えた。いつそれにしたの？先週。カバー力は？ある。めっちゃ？うん。マスクでも取れなかった。ジャガビーって何味あるの？醤油と塩。ジャガビーって北海道じゃない？どこにでもあるか。いいし、スポンジよりいいわ。そんな。これがいい。うん。使える。あ、いい匂いする。いい匂いするよね、それ。いい匂いする。最近さ、うん。パウダーを最後にやってるんだよね。なんで？ツヤもいい。好きだったけど。うん、セミマットがいいな。なるほどね。最近さ、餃子が食べたすぎて、餃子100個企画とかをさ、やってる人たちの動画を一生見てて、私もできる気がするの、餃子100個。2、3人いれば。1人じゃなくて。1人はちょっと。1人だったら多分30か40しかいけないでしょ。30も40もいけんの？いけると思う、私。だって家に行って20から30食べるじゃん。だからそれより、胃袋限界突破したら40はいけると思う。じゃあやってみるかな。やろう？みんなでやろう、うん、なんか仲良しだよね、お兄ちゃんと。仲良し、大好きよ、お兄ちゃん。一時めっちゃ嫌だった。めっちゃ仲悪かった。お互い思春期で話したくもなかったみたいな時期あったけど、うちもあったわ。今めっちゃ仲良い。お兄ちゃんみたいな人と結婚したい。ママにも言ってるカレン。これカレンのお兄ちゃんの話聞いた感じさ、うん、絶対いい人だよね。めっちゃいい人。どうすんの、お兄ちゃんこれ見てたら。お兄ちゃん見てない。私のこと興味ないから。画面の向こうのカレンは興味ない。何それ、すごい。なってさ、家族からしたらカレンじゃないよね。そうそうそう。私もエクステがダメ。いつ外すの？もうかな。うん、そろそろって感じ。はい、眉毛完成。トゥ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 ルンテン。何がついたの？びっくりした。絨毯の毛だ。カレン、ここすごい歪んでるって言われた。こっちがでかいらしい。こっちより整体師さんに。うん、お菓子久しぶりに食べてる。うちもお菓子久しぶりに食べてる。あれ、お菓子って言うんだこれ。楽しいお話しよう。うん、聞いて。あ、ほげが伸びてきたの。よかった。すごい上がった。こんなに机の上汚い動画あったっけ。でもなんかカレンと丸々って感じ。確かに。いいじゃん。この間さ、DM でさ、カレンちゃんって普段からそんなに声張ってるんですかって来たの、うん、これは YouTube モードだからさ、張ってるだけでさ、普段はそんな張らんよね。テンションは高いんだけど、声のトーンはなんか下がる。たまに笑い声だけ響くよね。うん、ほんとやばいよね、ちゃう笑い声。話したいよね。治んないよ。だよね、これがジラだし、うん、ね。うちカレンだな。 TikTok の流行りがわかんないんだけど。わかんない。え、悩みに全然追いつけない。 JK なのに。雑談をする。もう十分したくない？しちゃった。ゆるいメイク動画ではあったんですけど、普段の撮影の合間の私たちを見ていただけたんじゃないかなと思います。はい。
ということで今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。ということでカレンとまるでした。バイバイ。全然わかんない。一緒。